2030年には4分の1がロボット兵になる。重要地位に就く可能性も。イギリス陸軍。ロボット兵といっても、ローズと言われる完全自立型兵器ではなく、兵隊用のロボットなんだろうね。それでも人の労働は相当削減できるだろう。フォーブスジャパンの記事から、イギリスの陸軍大将が2030年までに3万体近くのロボット兵士を軍隊に投入する可能性があることを明かした。兵員不足問題の解決に一役買うことになる。スカイニュースとのインタビューで、イギリス国防参謀長のニック・カーター陸軍大将は、ロボット兵の情報を公表し、ロボット兵がイギリス陸軍兵力の4分の1を占めることになると述べた。イギリス陸軍大将が語る2030年の世界。世界的に見ても軍隊は自動運転車やドローンを導入する方向へ舵を切りつつある。それに伴って増加しているのが機械化部隊で、特にアメリカ、イギリス、ロシアなど先進国の陸軍でその傾向が際立っている。カーター大将によると、イギリスはこの競争で他国に先んじているそうだ。スカイニュースのインタビューで示されたのは、陸軍の総兵力12万人分のうち、ロボット兵が3万体弱に達する可能性があるという推測だ。カーター大将は、今取り組むべきはどうすべきかを決めることではなく、ロボット兵がもたらす効果を見極めることだと述べた。この発言から最新技術に合わせた軍事力の拡大へと方向を絞っていることが読み取れる。カーター大将が繰り返し述べたのは、イギリス陸軍が目指しているのは何らかの具体的な目標ではなく、軍として最大限の成果を得るということだ。新たなロボット兵の活動分野として想定されるのは、そんなことは起きてほしくないが、今後戦争が起きた際の最前線での物資供給だろう。カーター大将の推測は、あながち SF 的なものではない。彼が言及した目標は、イギリス軍が技術面ですでに成し遂げた取り組みとも合致している。スカイニュースのインタビューでも、カーター大将はイギリス政府によってロボット兵の開発が推進されたことを強調していた。イギリスがこのような転換を迫られた理由の一つとして、新兵募集に関する問題が挙げられる。ここ数年間、イギリスでは生身の人間の兵士が十分に集まらないのだ。現在イギリス陸軍の兵力は約8000人不足している。常備軍の目標人数は8万2000人弱だが、人間の兵力は7万4000人未満である。このためロボットを入隊させれば、問題を迅速かつ手軽に解決できる上に、兵力を人間に依存せずに済むことにもなる。ロボット兵による戦闘はまだ先の話。現在の戦争でロボットはどんな役割を担うのだろうか。今のところその答えは誰にもわからないが、相当重要な地位につく可能性が高いという推測はできるだろう。一方で、人間の介入なしでも動作する恐ろしいロボットが登場すれば、深刻な問題が多発することになる。文明社会の大部分に甚大な被害がもたらされるかもしれないのだ。現段階で軍事利用されるロボット兵は、人間が最終命令を下したり、ボタンを押したりしない限り作動しない。とはいえ、機械の廃棄後に何が起きるかはわからない。未来のロボット兵は、軍隊の全般にわたる
支援業務を担うだろう。これはイギリス陸軍では数年以内に始まる見通しだ。ロボット兵が担当するのは貨物トラックの運搬のような兵站や非武装業務だろうか。専門家の見解では、いつかロボット兵の戦争が起きるとしても、それは数十年以上先の話である。以上が記事の内容。ここからは試験になる。今の時代、ごく一般の工場でも一部の工程はロボットで完全無人化が当たり前の時代となっている。軍事組織は戦場に限らずに、それこそ多種多様の任務が存在し、どちらかといえば最前線の戦場に送られる兵士の方が少ないかもしれない。基地内での兵站業務などはむしろロボットに働いてもらうのが圧倒的にコスパはいいだろう。何しろロボットには定期的なメンテナンスと動力用の電気や燃料さえあれば、衣食住も福利厚生も必要なく、交代要員なしで24時間年中無休で稼働させることが可能だ。前線での用途としては、遠隔操作での偵察任務や地雷探知任務などは人命を考慮する必要がないので、うってつけと言える。戦闘分野以外でのロボットの利用は大いに活用価値が大きく、今後はその方向で進んでいくことは間違いないだろう。工業用ロボットの技術は日本の得意とするところなので、我が国も非殺傷軍事装備としてどんどん開発して輸出できれば、経済発展にも貢献することができるだろう。いずれロウズと言われる完全自律型兵器も登場するであろうが、人の判断が介入しない殺傷兵器は現在のところ倫理的な問題で配備は見送られている状態だ。ただどこかのならず者国家がルールを破り開発し登場するのは避けられないと思う。仮にそうなれば、リアルターミネーターの時代がやってくるに違いない。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても、相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも、反撃するための軍事力を持つことは、主権国家として当然の権利であり、国家が国民を守るための義務でもある。こちらから侵略することはなくても、降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、私は戦うバトルサイボーグ、ターミネーター待ったなし、ドローンが世界を変えたよな、日本遅れすぎて笑えないよ。これは EMP 兵器の出番か。足もの時真面目に軍事転用を考えてりゃね。ハッキングされて昨日の友が今日の敵に。その頃ロシアのロボットは、型を赤く塗ってもええんか。各国で導入が進めばワールドカップみたいに安心して戦争ができそう。人類滅亡後もロボット兵同士で戦争してるわけですね。一人生き残った少女とロボの旅が始まる。犬ではあかんのか。あかんやろ。知らんけど。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなど、どしどしコメントいただけると嬉しく思います。また、グッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで
新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。